はい。え、ぎじです。クリックハウス2.0を使ってブログを始める今日は4回目のね、えー、ビデオということでお話をしていきます、えー。今日はですね、実際にブログを投稿してみようということで、ね、そのブログを投稿するやり方をお話ししたいと思います。えーまあ、ここまでね、すべてできればもうブログを、ね、書き始めて実際にパブリッシュしてね、投稿を公開してね、そして、えー いろんなね、ソーシャルメディア等でシェアができるような、まあ、そういった感じまでね、えー、いけますので、ぜひね、えー、今日のお話も聞いてください。はい。それではね、早速画面の共有をして見ていきたいなと思います。はい。えっ、ー、と、まずですね、こちら、クリプカネル2.0のダッシュボード来ていただきましたら、サイダントパネルズをクリックします。そして、ブログのね、えー、前回やったその、えー、ブログポストとか、ブログカテゴリーとブ,ブログ え、ホームとかの外観を整える場合は、このカスタマイズのこちらの方からね、え、調整をしていきます。で、ブログを投稿する場合は、こちらからね、ブログというのを押していただいて、そして、ここにね、ニューブログポストってありますので、ニューブログポストをクリックします。はい。そしたら、えー、こちらのね、えー、こういう形になってきますので、タイトルを入れますね。じゃあ、タイトル、テスト、えー、まあ、あのー、 クリスマスなんで、X スマスと書いておりますけど、えー、まあテスト、ラップもテストね、えー、と書いております。で、あとは、まあ、これタイトルは自分がわかるものです。そして、あとはこのフューチャルイメージというのは、これは、このイメージをね、何かこうと、ブログのイメージを入れるですで。ブログの場合のイメージというのは、長方形のイメージがベストなんで、えー、サイズとしては1900、1920×1080、えー、19かな。 1920×1080 っていう、まあ、そういった長方形のサイズがいいかなと思いますので、えー、まあ、そういったサイズの画像を作って、えー、ここにアップロードしてください。まあ、ブログのね、最初のところに出るやつですね。えー、どういうものかというと、まあ、これで見ると、ブログ、ちょっと見てみると、えっ、ー、と、ブログの、えっ、ー、と、サムネイルとしてね、出てくるようなもの。まあ、とにかくこういうところに出てくる。こういう画像ですね。長方形がいいんですね。長方形がいいです。 それで長方形でこれ設定してください。そしたらね、SEO& シェアリングということで、ここはエディットをしていただいて、SEO のね、ところです、ね。で、ここすごく重要ですね。えまあ、ここもちろん後から調整できるんでいいんですけども、SEO で、あの、ページタイトルを決めてください。まあ、例えば自分の、あのー、 アピールしたいね。自分がこれで検索されたいっていうキーワードは絶対入れなきゃいけないですし、ブログ、えっ、ー、と、あの、60キャラクターズなので、文字数がけ、えー、決められてますので、長い長文はこれ入れられませんからね。えー、で、ある程度の中で、その自分のキーワードを必ず入れ込むようにしてください。あとは SEO ページのディスクリプションですけど、説明文ですね。説明文の方も160文字と制限がありますけど、この中で自分のこのブログに関するね、何かその、えー 触りの部分というかね、まあそういったものを、まあ、要約というか、そういったものをここに書いてください。はい。で、あとはここにケア r e ン t パスというのを、えー、書いていきますが、これはパスですね。えー、ここは例えば、えっ、ー、と、ドメインがあって、えー、ブログっていうのが入って、そしてその後にね、何か入れますということで、じゃあこれは、えー、テスト、テスト、X、えー、 まこんな感じでね、つけたとします。はい。そしたらこれで良くてですね。あとはこれでまあパブリックはまだしないので、ドラフトのままでいいです。下書きのままでね。あとはオーサーのとこで自分のなんか、これ、オーサーを登録したいから、これプラスを押せば、プラスを押すと、ここでね、オーサーの登録ができますので、新しいえまあ著者ですね。著者の登録をしてください。はい。で、ここでまあ登録されているものばっだったらこれを選んで、そしてカテゴリーも、カテゴリーがね、こうやってえありますので、カテゴリーを選びます。 で、えー、ここで、えー、カテゴリーを追加したい場合は、これカテゴリーを新しいのを追加することができます。はい。で、一応そんな感じをまずやっといていただいて、タグは別に大丈夫です。まあ、ここまでやっていただいたら、右上のクリエイトポストというところを押してください。はい。そうすることで、えー、実際に、あのー、このね、テスト Xmas という、このブログの、えー ものが出来上がっていきます。そしたら、ここでコンテンツのとこで、ここでね、ブログ投稿をし始めます。で、まあ、例えば、これフルページとか、あとはもう、えー、通常通りで同じですね。いろんなヘッドライン、まあ、サブヘッドライン入れたり、えー、っとバレットリスト入れたり、えー、まあサブヘッドがなんか字がね、ちっちゃいんだったら、ここでね、セッティングで、えー、ここの部分で、えー、っと、文字をね、フォントサイズをこう、大きくしたりすると。 はい。で、あとはここにいろんなね、え、イメージを入れたり、YouTube のビデオを、ね、入れるんだったら YouTube の、あの、これビデオね、YouTube のビデオを入れたりとかっていうこともできますと。こんな感じでブログを、えー、書いていってください。はい。で、終わったらそれをセーブするという形で、そうするとここにね、え、ブログが出ていきます。はい。で、じゃあここでもう一回ね、確認をしてみますと。はい。えっ、ー、と、ブログの、今、ドラフトでね、これがあります。 ステータスドラフトってなりますねで。もしこれをもう一回設定したい場合は、エディットポストっていうところに行って、そして、えー、ここのね、えー、ところで、あのー、パブリックにすると、ここで公開されますので、いよいよこれで、えー、公,に公開されますよ、と。はい、いうことになります。はい、で、えー、まあ、そういったら、えー、形でいくと、えー、ブローブをね、しっかり、あのー、つけること、作ることが、ね、できますので、えー、まあ、それ、これで、えー、あとは、 自分のソーシャルメディアとかメールリストとか、まあそういったところにシェアをしていけばいいかなというふうに思います。まあ、ここに URL が出てますので、まあ、この URL をコピーして、えー、共有という形で、ね、やっていけばいいんじゃないかなというふうに思います。 はい。ということで、まあ、実際、じゃあ、ブログはどうやってね、どういう形でできているかというと、こういう感じで、例えばこれだったらこういう形の、こういう形のね、ブログになっていくというふうな感じです。まあ、こういった、あの、なんかソーシャルシェアのこういったね、ものに関しては、また別のビデオの中でお話をできたらしていきますので、またその辺も楽しみにしておいてください。 はい。えーまあ、そんな感じですね。えー、今日はあのブログの投稿の話をしていきました。はい。ということで、えーまあ、これでですね、実際にクリック f i に e s 2.0を使ってもブログを書き始めることが実際にできるようになりました。 ですので、ぜひブログを書いて、そしてパネルハブの部分をね、ちゃんと作って、そして自分のこのパネルに訪れた、もしくは訪れたんだけど、出ていっちゃってね、またサーチやそういった信頼度調査をしている、ブランディングサーチをしている人に対して、自分のことをもっともっと知っていただくためのツールとして、ブログポストというのは絶対に活かしていただきたいなというふうに思います。 はい。ということで、えーまあ、今回ですね、えー、ブログの投稿の仕方についてお話をしていきました。えー、またですねあの、こういったブログに関連するような、えー、ところをまた、えー、ビデオで、ねえー、出していきたいとも思いますので、またぜひね、えー、チェックをしてください。はい。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います、えー。また他のビデオの中でお会いしましょう。それでは。